映ってますか。皆さんこんにちは。いつも大沢チャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。大沢チャンネル最初の動画を出したのが2013年の9月ということで、だいたい4年半ぐらいになりますかね。その中で262本の動画をですね、今まで上げてきたんですが、ここらで一つ過去を振り返ってみようということで、今日はこちら、今まで作ってきた中で本当に美味しいと思ったトップ10、こちらをご紹介しようと思います。第10位はね、ガトーショコラですね。いやー本当に美味しい。このね、チョコレートがたくさん入るっていうことが本当にポイントです。バレンタインの時なんかはね、本命の方にはね、これを作ってあげてほしいって思うぐらい、これなら間違いないと思うお菓子の一つです。ただね、生クリームとか結構入りますのでね、材料費もかかる分だけ本気の時にぜひ作ってほしい一品になっております。これね、火を止めるタイミングがバッチリだと中がトロッとしてね、本当に美味しいので、暑い時にはちょっとまだ中が柔らかい、これぐらいでね、火を止めてしっかり冷ましてから食べてほしいと思います。はい、それじゃあ第10位はシューマイです。自分でこねるとね、オイスターソースとちょっとお砂糖の入るバランスがめちゃくちゃ美味しいんですよね。そしてシューマイも美味しいんですけども、意外といただく評価が、下に引いたキャベツとか白菜が美味しかった。シューマイの中ね、肉中心になりがちなんですけども、下に引いてあるお野菜で栄養バランスも取れて、これね、上と下で完成するいいお料理になっております。はい、そして第8位がサラダチキン。これはね、見た目がね、他と一緒なので食べてみないとわかんないです。おそらくなんですけども、均一な熱伝導性によって鶏がものすごくね、柔らかくなるような仕組みになってると思います。この動画を見てね、これだけしか食べてなかったらこんなもんかと思いますけどね、よそと比べると全然違いますよ。糖質制限とかでね、食べるんだったら添加物も入ってないし、ぜひこのサラダチキンをね、やってほしいです。第7位は白菜の柚子味噌和え。調味料のバランスで白菜がここまで美味しくなるのかっていうぐらいのお料理なので、これ冬の定番ですね。冬のね、白菜の甘い時だからこそ効果を発揮するお料理だと思いますので、期間限定ですけどもね、これはうまい。第6位が大根フライ。ここで来ましたね。動画タイトルでは2018年下半期ナンバーワンと書いてありますけども、食べた時のびっくりがすごかった。大根の甘さとね、調味料のしょっぱさがいいバランスで、これちょっと残った油とかでもう一品サッとやってほしいね。すごくいいお料理です。どんどん行きましょう。第5位はクリームシチュー。ずっと僕ね、箱のルーのやつを食べ続けてきたんですけども、この仕事しましてね、粉と牛乳で作るクリームシチューを食べたんですけども、あれ約10年前ぐらいになりますけどもね、美味しかった。野菜一個一個がね、本当にそれぞれの味がして、野菜も美味しいし、ソース自体も美味しい。だからね、ほんと幸せになれるメニューになってます。これほんと一言で言ったら優しい。続いて第4位ですけども、豚の味噌煮です。これも結構ね、普段お仕事でもやる定番料理なんですけども、僕自身がね、岐阜県出身だからかもしれませんけど、味噌っていうのにね、すごい弱いんですよ。肉だけでも美味しいんですけども、甘い味噌、それをつけるとね、ここまで美味しくなるのかっていう。これはね、実家の方の名古屋とか三重県とか岐阜のお客様にもね、大好評なので、すごくいいですよ。東海地方出身の人は大体好き。そういうね、お料理だと思います。さあ、いよいよトップ3の発表です。第3位はね、イカのソース煮です。これね、味めちゃくちゃ美味しいのに、動画の再生回数があんま回ってないっていうことは、ビジュアルがね、あんまり良くないのかなと思いますけども、跳ねやすいイカがすごく綺麗に揚がりますし、蓋をして揚げ物しますと、とにかくふわっとできる。そこがね、僕ものすごい好きなんですけども、柔らかいイカに甘辛いソース。これがね、くっついた時に感激でした。感動したって感じですね。なんでね、ちょっと飲まれる人はぜひやってほしい。イカのソース煮。さあ、そして262の中のナンバー2。これはね、チーズケーキになっております。このチーズケーキは、僕多分ね、今までお仕事を通しまして、どれぐらいかな ?300 とか400箇所でお料理しておりますけども、どこのお家でこのケーキをね、ご紹介しても、100% 美味しいって言われます。クリームチーズたっぷり、生クリームたっぷり。これでね、美味しいと思わなきゃね、もう知らないっす。ちょっとコストはかかりますけども、ここぞっていう時のね、必勝パターンですから、間違いないです。さあ、それでは、いよいよ、栄えある第1位の発表ですよ。さあ、大沢チャンネルがご紹介する、キング・オブ・家庭料理。栄えある第1位は、ドルル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 
です。カキフライ、お水で食べるとね、衣が分厚いのに身がちっちゃいでしょ。やっぱり牡蠣ってね、ほとんどが水分ですから、揚げてる時にね、水分飛んじゃうんですよね。そこを蓋して閉じ込める、このね、ロイヤルクイーンのお鍋で作る牡蠣フライは水分飛びませんからね、薄衣なのに跳ねないし、食べてみたら中がほとんど牡蠣なんですよ。だからね、ジュワーって旨味が溢れてきますから、揚げてびっくり、食べてびっくりので、ね、二段構えになっております。驚きの二段構えですから、ちょっといい牡蠣を食べるときなんかは、焼き牡蠣もいいですけどもね、無水鍋だからこそ牡蠣フライをやっていただきたい。店で食べるよりもね、絶対うちの方が美味しいですからね。さあ、ということで長くお送りしてきましたけども、大沢チャンネルから大沢が選ぶ大沢おすすめのトップ10はこういう感じになりました。今回の企画なんですけども、視聴者の方からね、そろそろトップ10なんかやってみてくださいっていうことでご意見いただきまして、あ、それいい考えだねって思いまして、この動画を撮らせていただきました。皆さんから送られてくる動画はね、全部一回目を通して見ておりますので、なんかね、ああしてほしい、こうしてほしいみたいなのがありましたら、どしどしコメントください。撮影してご紹介していくのに順番はありますけども、きっとあなたのご意見ね、叶えてみせますので、これからも末永く大沢チャンネルよろしくお願いいたします。それでは今日は動画ちょっとね、長めでしたけども、最後までご覧いただきましてありがとうございました。最近なんか目がねすごい赤いんですよね。だからコンタクトがね、良くないのかなと思いまして、ちょっと今ね、メガネ期間中です。良い子のみんな、動画を見すぎるとね、目悪くなりますからね、大沢チャンネルが面白くっても気をつけてねこんな感じでいこうかいやでもね、ほんと最初はなんだろうな、目立ちたいとか注目されたいとか、よく思われたい、そんな気持ちでね、ずっと動画を撮り続けてきまして、で最近ちょっとすごい役立ちますとか、感謝ですみたいなコメントをいただきますとね、あ、世の中の皆様のお役に立ってるんだなっていうことで、なんかそういうことの方がね、ちょっと嬉しくなってきたかなって思います。この心境の変化は何でしょうかね。マズローの欲求5段階説で言いますと、承認欲求からね、自己実現欲求になってきたかなって感じですかね。まあ、でもなんかそういう風に思い出したタイミングで、再生回数もどんどん上がっていって、Google からもらえる収入もね、ガンガン増えていきましたので、やっぱりね、世の中に役に立つっていうことは大事なのかなって思いましたね。でもね、本当にスタートは全然そういうことじゃなくてもいいと思いますし、好きなこととか、やってて苦じゃないっていうことしか続けれないと思いますので、お料理動画でね、僕はすごく良かったなって思います。なんか作るのを見てほしいっていうようなこの欲求を満たすっていう部分と、やっぱりね、作ったもの食べれるじゃないですか。そこがいいですよね、お料理はね。それでこんな感じでやっててね、お仕事にそれがなってますので、いい仕事だ。ありがとう。